たよ。メイクします。メイク追い込む配信だ。ふわ、めっちゃゆっくりしてた。ずっとベッドの上にいて、バタバタして、バタバタしてないけど、ダラダラしてた。気づいたら良い時間になって。あ、待って、燃えるゴミゴミな人からめっちゃ可愛いいただきました。ありがとうございます。ペコペコありがとうございます。うわ、おはよう。おはようの時間でもないけど、でも今やっと動き出した自分。今朝電話で電話起こされた。なんか家の火災保険みたいな、なんちゃら保険わかんないけど、まだ支払ってない。え？そんなのあったっけって。うん。その後振り込むわ。めっちゃ生活の話しちゃった。だから今朝起きたのはちょっと思ったより早かった。もっと寝れたのに、なんで朝電話かけてきたんだろう。朝と夜じゃないと捕まらない人も多いからね。ああ、なるほどね。そうか、確かに夜とか電話来たら私も出れなかったし、出れないし、アフタートークだから。めっちゃダラダラしてた。携帯いじって TikTok のコメントと X のコメントと Instagram のコメントと Instagram のパミのコメント、え、パミの Instagram のコメントを見たりして、無限に見たりして、コメント見てるんだね。見てますよ皆さん。一つのコメントはね、力になっております。まあ自分のエネルギーもそうだし、お仕事もね、この時代もう何度も言ってるけど、この時代やっぱ SNS のコメントとかも重要になってくる時代なんで、よかったらコメントしてください。見て、昨日マスカラ買いました。サホさんと一緒にロフト行って、
き。えい。待って、私の画面が止まってる。じゃあちゃんと動いてる。ああ仕方ない。開封マスカラ、これ結構なんかメイクさんとか結構持ってて、自分も使ってていいなって思った気がする。買った。なんか珍しい感じのマスカラ。そうでもなんかね、最近結構メイクさん持ってるから、韓国の、使おう。今何時？11時ぴったりなあ。乾かすの待つ。